リピッシュ P13AUSA 軍事航空博物館展示の複製機体リピッシュ P13A は1944年後半ナチスドイツのためにアレクサンダー・リピッシュ博士が設計したラムジェット駆動のデルタウィング迎撃機である本機は設計段階を出て実機の製作に入ることは決してなかったものの DVL 高速風洞で風洞模型が試験され この設計には、マッハ2.6の領域でも非凡な安定性のあることが示された。デルタ翼滑空試験機 DM1944 年の後期の段階で、従来の燃料は絶対的に不足しており、リピッシュワピ 13A を石炭で駆動するよう提示した。当初、本機は機種エアインテーク直後に搭載されたワイヤー網のバスケットに石炭を固定し、 これを気流内にわずかに突き出した上でガスバーナーにより点火した。ラムジェットと石炭バスケットの風洞試験の結果、より効率的な燃焼を与えるため、これらは合併されるよう変更が行われた。石炭は不規則な固形の代わりに小さな粒からだの形を取り、これは制御されたより良い燃焼を生み出すものであった。またバスケットはメッシュ製ドラムへと変更され、 これは垂直の軸を中心として毎分60回転した。ラともしくは牽引を使用して一度 P13A が運用速度である約時速 320km に到達したならばガスを充填したタンクから炎を噴出しバスケット内へ点火することができた。ラムジェットを通過する空気は後方へ向かって燃焼する石炭からの熱気を取り込む。また、 別に分離して設けられたインテークからはクリーンな空気が取り込まれ、これがもたらす高い圧力により、気流と石炭が混合される。この結果、混合ガスはさらにエンジン工法のノーズルへと導かれて、通過し、水力を与える。戦争が終了する前に、フィエンナで設計班により、バーナー1機とドラムが製造され、試験で成功を収めた。どのような並走が、 P13A により傾向されたかは知られていない。MK103 機関砲は、このような小型の航空機には大きく重すぎたで、あろうことから、本機の並走は1、2兆程度の対抗系機関砲が採用可能だったと推測される。第2次世界大戦終結時、試作であるリピッシュ DM-1、試験用グライダーでさえも、アメリカ軍部隊により接収された時点で製作を、 完了していなかった。リピッシュの開発チームに本機を完成させるよう命令が下され、それから本機は試験飛行を行うために船によりアメリカへと輸送された。報告では試験の結果は非常に希望の持てるものであり、経験から学んだことは NASA の1950年代の航空機研究へ取り入れられた。記録フィルムが存在し、これは P13A を スケールダウンした機体の滑空試験の模様を示している。これらの試験は1944年5月にフィエンナ近郊のシュピッツ・アーベルクで開始された。戦後、リピッシュはアメリカの航空機製造会社であるコンベア社で勤務し、彼の設計をもととして X 回マイナス92の開発と試験を行い、最終的に回マイナス102デルタダガーと、 回 -106 デルタダートの採用へと導いた。ありがとうございます。